こんにちは。スペイン王室フェリペ6世国王陛下が塩対応をした人をご存知ですか。はじめにフェリペ6世国王陛下のご略歴をご紹介します。カルロス1世前国王陛下とソフィア王妃の第一王子としてご誕生。1992年バルセロナ五輪でヨット選手として出場。2004年レティシア王妃とご結婚。お子様は長女レオノール王女、次女ソフィア王女がいらっしゃいます。世論調査では支持率は高く、国民からは人気のある国王です。そんなフェリペ6世国王陛下に塩対応された人がいました。その人は秋篠宮卑紀子様。天皇陛下即位礼正殿の儀の共演の儀のこと。その時の映像をご覧ください。フェリペ6世国王陛下とレティシア王妃に挨拶した紀子さまですが、フェリペ6世国王陛下が何かおっしゃると紀子さまは表情を変えられました。フェリペ6世国王陛下は身振り手振りで紀子さまに何かを伝えになられてます。紀子さまの言動によほどご不快に大思いになられたのでしょう。ちなみに天皇皇后両陛下にお会いになる時のスペイン国王ご夫妻のご様子は、お二人ともお優しい表情で和やかな雰囲気でお会いになりました。特に雅子さまとレティシア王妃の抱擁は深い絆と親しみが分かり感動的でした。天皇皇后両陛下とスペイン国王ご夫妻は長く親しく交流なさっていらしたからです。皇室とスペイン王室の交流は長く親密なご関係です。特に天皇皇后両陛下は皇太子時代から友好的なご関係を築いておられました。雅子さまとレティシア王妃は同じ民間出身キャリアウーマンと共通点が多く、とても親密なご関係です。一方で紀子さまはスペイン王室とあまり交流がないのです。正式な皇太子妃ではなく皇嗣妃という身分もあります。交流がない上に身分序列も考えずに挨拶したことを、フェリペ6世国王陛下はご不快に大思いになられたのでしょう。皆さんはどう思いますか。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、いいねボタン、お願いします。